はい、えー、皆さんこんにちは、えー、関本健太郎のセカンドライフです今日はですね、えー、タイガースの内野手、えー、高寺選手にね、えー、スポットを当てて、えー、お話ししたいと思います。高寺選手は、まあ、4年目の、えー、左打ちの、えー、二遊間守れる内野手なんですがタイガースのね、あのー、内野手特に二遊間ですねの現状を見ると、えーまあ、ショート木並選手中野選手がセカンドとサブに小畑選手がいる。 でそこに対して、まあ、左打ちの二遊間っていう意味ではもう4番手というところの位置づけなんで、まあ、コメントにもねたくさん高寺選手推しのね、えー、ファンの方から、えー、高寺選手をオープン戦で試してほしいというようなねコメントありましたし岡田監督もね、えー、和田監督からの強い推薦があって、えー、チャンスをものにしたんですけどもやっぱりね二遊間の4番手ね小畑、えー、選手がいるんでなかなかこう左打ちの内野手っていうところを、えー、まあチーム ととししてて必要としてないんで打っても打っても高寺選手の推薦がね和田監督からあってもなかなかこうチャンスが回ってこずにできれば右打ちの二遊間守れる選手を1軍は必要としてるという状況でまあ渡辺選手とかねがセカンド守ってっていうところでさっきにこうチャンスがライバルの方へね流れていったというところでなかなかこう渡辺選手も結果が出ない。 というところで、えー、大畑選手も、えー、なかなか結果が出ないというところで高寺選手に、えー、チャンスがやっと、えー、回ってきたというところでね、えー、今日の試合で、えー、途中出場でね、えー、から、えー、試合に出場しました。 えー、高寺選手自身の1、えー、打席目、えー、満塁ですねいきなりビッグチャンスで回ってきて綺麗な鮮やかなレフト前ヒットというところでチャンスをつかんだというところがあるんですけどもその前にねあの先週の心理からするとその前にね代走からですね入って、えー、打席回ってくる前に、えー、セカンドで2個ボールさばいてるんですよ。えー、これがすごく、えー、大きかったというかね、えー、ちょっとこう自分を落ち着かせるという意味で先にボールがボールを触れた。 ってていうところがすごくく大きくてでそれが、まあえー、自身の、ね、1打席目のタイムリーヒットにつな、えー、がっていったというところは、えー、あると思いますね2打席目、えー、3打席目ともにね全ての打席でスリーボールツーストライクまで持っていく追い込まれながらもカウントをスリーボールツーストライクまで持っていくっていう打席を3回、えー、見せたっていうところはやるやないかっていうのは、えー、監督にアピールできたんじゃないかなと。 えー、思うんですね何よりも高寺選手がなんか持ってるなっていう,うんなんか運をね持ってるというか、えー、なかなかこうチャンスが巡ってこずにね初めてこう今シーズンオープン戦1、えー、軍で呼ばれてで1打席目に満塁の場面でね、えー、回ってくると。 相手はまあ育成のピッチャーでしたけれどもついてない選手っていうのはアピールしたい場面でいきなりクローザーとかねっていうことも多々あるんですよ。相手がまあ育成のピッチャーっていうのもあってそういう力関係もある,あるし類上にね満塁っていうシチュエーションで自分に回ってくるっていうところがねすごくこう持ってる。 っていうところがありますねで高寺選手がねこの先、えー、一番のまあ最大のライバルになるのが小畑選手かな内野手の二遊間の左打ちの3番手に食い込む、えー、ここが一番、えー、大きなポイントになってくるというところでこの高寺選手にとっては初出場のオープン戦の試合でね小畑選手がまあタイムリーエラー2個アウトにできるかどうか微妙ですけども内野安打にしてしまったのも2個あってね。 えー、一番アピールしたい、えー、守備というところで小畑選手が結構こううん頭痛のね、えー、守備のミスをしてしまったというところがまあ高寺選手にとってはね、えー、運があるというかね持ってる、うん、というふうに感じました今日の1試合でまあ小畑選手もねなかなかこう、うん、出番がそうそうない中 えー、ディフェンス面で特にこうミスをしてしまったっていうのは大きなミスになったんですけどもまだまだねこれから挽回しないといけないし小畑選手にも頑張ってほしいし、えー、高田選手にも頑張ってほしいっていうところで、まあ、3番手がね結構こう小畑選手で固まりつつあったところに風穴を開けた。 っていうところがすごくこう高寺選手が自力でね、えー、2軍で結果を出してコンスタントに打ちまくって本来なら必要としてなかった左の入管っていうところに自力でねこう風穴を開けて、えー、1軍で結果を出した試合でまたライバルがミスをするというねなんかこう持ってるなっていうところを感じますこの先、えー、もしかしたら開幕1軍まで一気に、えー、上り詰める可能性のあるね高寺選手に注目したいなと 思います何はともあれなかなかねこうディフェンス面っていうところがチームうまくこう機能してませんので、えー、開幕までにね、えー、ディフェンスのタイガースっていうところをもう一回こうしっかりと思い出して特に若い選手ねこうアピールしないといけない選手にミスが出てるというところがちょっとこう反省材料にはあるんですけども、えー、またね、えー、気を引き締めて開幕を迎えてほしいなと思います。